演出を担当します本廣克之です。この夏、4年ぶりに舞台転校生の、出演者オーディションを募集することになりました。転校生という内容は、ある日突然ある朝起きたら学校の生徒になっていたという、まあ、不条理劇なんですけども、21人の女の子たちが織りなす、なんだろうな、学校の休み時間を表現したようなそういう作品に、現代のテイストを僕がアレンジしていきます。でも今回はですね、初めてなんですけど平田織田さんが男子校編を書いていただくという、画期的な企画になったのではないかと。21人の女子高生、21人の男子高生で織りなす学園舞台劇というか、そういう青春ものですね。でマイスタで実施するオーディションでは、自己アピールを映像で送ってきていただけたらと思います。応募資格の方は18歳から25歳の男女、稽古本番すべて参加できる方、かつてこれから俳優として、臨んでいきたい、経験していきたいという方を募集したいと思います。どんな人に応募していただきたいかというと、役者さんとして、本気で覚悟の決まった方を募集したいと思います。せっかく僕らもこれで役者さんとしてお付き合いして発掘プロジェクトですから選んだつもりなのに、やっぱりやめられてしまうと、なんかこっちもこうがっかりというか、選んだ甲斐がないかなと思っております。なのでぜひ覚悟の決まった方はどしどしマイスターの方にエントリーをよろしくお願いいたします。